あ、明るくなってる。ごめんよ。あ、ここでも回復する体力。こっちに走ってきてた。お菓子できた？雑談。地下室にあった材料を使って表に花壇を作ってみたの。肉を食ってくれ。いつもありがとう。やっぱ慣れてたんだ。ちょっとは慣れたんだ。で、肉の残りを買い取ってもらってと。肉は残っておきそうだね。何に必要な。回復薬を。他にも何か。なんか壊れたよね、さっき。あ、間違えた。今商売を始めるとする。修復、修復。は修復したいものを、これだけ。うまくいったようじゃな。他にも、うん。結構金使ったぞ、これ直すのに。預けとこう。いらないものは預けて。久しぶりにちょっと地下に書物漁りに行こう。ほらあった。崩壊。最後の実験は失敗に終わった。眼下に広がる裂けた大地はその代償だって。どんだけ失敗してるんだ。生き残った者はみんな幾千の同胞を飲み込んだ亀裂の、ゆかり縁だろうな。縁で呆然としている。視線の先にあるのは亀裂の中心、鎖でつながれた十三不塔だ。なぜ塔だけが残った。あの巨大な鎖は何だ。我らの実験との関係は。同胞を失った悲しみや絶望よりも学者としての好奇心が勝ったらしい。私は十三不塔から目が離せない。ふと幼い頃に聞いたエウス教の説話が頭に浮かんだ。開けてはいけない箱の話だ。災いを吐き出したその箱の底には最後の希望だけが残っていたという。あるいはあの十三不塔もだ。最悪な後に残った希望なのだろうか。パンドラの箱と絡めてきたね。他は特になし。鳥を飛び立たせると、大抵実があるんだけど今回はなかったね。まあ特に物語が進んでないから、この中ですることもないのは当然といえば当然か。あ、セーブだけして体力は回復しとくか。勝手に回復してくれるか。まあいいや、しとこう。3時間睡眠で OK だ。朝10時。今日は絶好のハイキング日和だ。天気もいいし、ちょっくら十三不凍までお出かけしてくるか。残り一本の鎖の部屋どこなんだろうか。一つ目のショートカットは使いますと。気づかれる前に間に合った。ちょっとここが一つ目の鎖だとするならば、二つ目はこの先ということに。やっぱこれだよな。あ、これはそういうことか。逆だ。
あれの下の方がこれなんだ。これで逆側まで回って、そしてこっちがさっきの方から見えてたところじゃないかな。多分このぶら下がった状態で飛び降りたらダメージを食らわずに戻れるんだ。だからここはもう気にしなくていい。マップ。ここの先。これがいけてないけど、これは鍵付きだからな。行かない。となると、あそこの左の赤いところ。赤は三通かなだけだよな。で見ようか。これ逆側もいけるのか。ダメだ、ただの行き止まりだ。アイテムあった。衰弱章だ。あえてこれの途中の道から行ける。とかそういうことはない。これは降りるための道か。あそこの下に扉があるからあっちに行かなきゃいけないのかな。あそこだ、扉つながってる。こっからこれだ。あれもう壊れてる。どうやってあそこに入れるのかだね。あそこなのは分かった。余計なもの持ってきやがって。痛い、しびれた。お前じゃない。間に合った。ここで降りて、お、ここから右に飛び降りりゃ良さそう。こっちだ。あったあった。虫め。虫も狭いところで重なると結構強い。レベル1だな、これは。使いやすい攻撃。また出てきた。痛い痛い痛い。あれ、次食らうと死ぬ。効かない。あれ、ダメだ。
虫は落ちろ。あ、あるじゃん、いいもの。飛び降りようとするんじゃない、これをここに行こう。まだだ、もう一段階壊さなきゃいけなかった。壊れない、剣で切るか。ずれてる、刺さんない。やばい、毒った。毒は画面変えると治る。治んない。まあ自動回復もあるし大丈夫だろう。ここは地獄でした。っていうか雑魚ども全部残ってる。倒しきれたわけじゃなかったのか。死ぬ死ぬ。ここは地獄か。どこに繋がってるんだこれ。これどこだ。あ、あそこだ。だいぶ楽になる。こっちの方が早いか。死ぬ死ぬ死ぬ。結構無視できた。しかし登る手段がない。どうやってあそこに行きゃいいんだ。この辺に段差があってもいいと思うんだけどな。となると、これ行って、あ、上にあった、これだ。これボスまで行っちゃっていいかな。ヒットポイント的にはやばいけど。ここのボスどんな特徴を書かれてたのか覚えてない。アーカイブで見れるかな。その他、これ何も読んでないね。世界、ボスの弱点13不動、この辺か。
これか。尻尾と尾に特殊な結晶があって、なんか飛んでるみたいだね。おっと、もうここは突破してるからスルーするだけ。これで上に上がりゃ、怖っ。ボスはすぐだな。回復アイテムとか何にもないな。まあ行ってこよう。ボス戦はね、負けるとボスの手前からできるから、あえて1回目は様子見。